一番打ち気になった女性は生まれたばかりの赤ちゃんを駅のコインロッカーに置き去りにしてしまいました。それから数年後、女性は別の男性と出会い幸せな日々を送っていました。そんなある日、駅で小さな女の子が迷子になっていました。女性はその女の子に、ママはどこに行ったのと聞きました。すると女の子はこう言いました。お前だよ。